番組で網走の流氷を取りに行こうということになりましてね、カメラマンとクルーの人は先に現地へ行って、私とディレクターは後から予備車に乗っていくということになったんです。それというのも、私が汽車から降りる朝のシーンから始めたいって言うんです。それなので、気の合うディレクターと二人で北海道の予備車に揺られて網走へ向かったわけです。その予備車の車両は寝台車になっていて、私とディレクターの他には中年の女性と思われる履物が見えるくらい。3人しかいないんですね。その女性も先にお休みになっている。それで眠くはないけどやることもないし、2人でもってちびちびお酒を飲みながら話してたんですよ。しばらくすると車両のドアが開く音がして、我々のところを若い女の子2人が通り過ぎていったんですね。私たちの前をすれ違う時に、女の子がひょいとこっちを向いて私と目が合ったんです。そしたら、あ、稲川さんだって言うんで、私もこんばんはって挨拶をしたんです。するとディレクターが彼女たちに声をかけたんですね。ディレクター、君らはどこに行くの？女の子、流氷を見に行くんです。ディレクター、ああそうなんだ、俺たちも流氷ロケに行くんだよ、なんて話をして、ディレクターがここに来て一緒に話でもしないかって、していかないかって声をかけたんです。こっちも暇ですしね。そしてその女の子たち2人、私たち2人の4人で話が始まったわけですね。いろいろと話しているうちに、1人の女の子が、稲川さん、実は私たち4人で来る予定だったんです。それが2人が来れなくなっちゃって、私たち2人で来たんですって言うんですよ。来れなくなっちゃったっていうのはどういうことだろうと思ったんで、私いろいろと話を聞いてみたんですね。君はどういうグループなんだって聞いてみたら、大阪や奈良、京都とか関西の旅行好きな女の子たちで、旅先でそれぞれが知り合って、それでグループができたって言うんですね。それで4人でよく旅をするようになったそうなんです。若い子たちの間で流行っているらしいんですがね、普通の案内所ではなく、よく観光地に行くと土産物屋さんがありますよね。そこでもガリバン釣りの情報を見て旅をするそうなんですね。どこどこの民宿に行くとこうだったとか、こういうおばあちゃんがいてこんなのを作ってもらったよとか、こんな美味しいものがあるんだよとかいう、それを参考に旅をすると、安くて楽しくて、その土地の人や宿の人と仲良くなれて楽しく旅ができるというんですね。まあなかなか通なんですかね。ある時、仲間うちの一人が持ってきたのが、島根県の方の日本海に面した旅館というか民宿の案内だったそうですよ。それで行こうっていう話が4人でまとまったんですが、今回流氷を見に来ていた女の子2人は会社の都合でどうしても行けなくなっちゃった。それなら私たち2人で行ってくるよ、お土産買ってくるねなんて話で2人は出かけたそうなんです。駅に着いてタクシーに乗って、着いた場所っていうのが町から離れた高台で、遠くに海が見える場所だったそうなんです。宿自体はどっしりとして、木造で瓦屋の大きな建物で、厚い板の看板もあって、ああ歴史があるんだなぁなんて思いながら、車を降りて2人は玄関に行ったんですね。すると中年の女性2人が待っていてくれて、ようこそいらっしゃいました、ご苦労様ですって迎えてくれたそうです。お世話になりますと一通り挨拶を済ませると、おばさんたちが自分たちの荷物を持って奥に入っていくので、自分たちもそれに続いたんですね。こちらの部屋ですと案内された部屋は、和室のゆったりとした部屋だったそうです。お疲れでしょうし、汗もかいたでしょうから、よかったらお風呂でもどうぞ、もう準備はできてますからとおばさんが言うので、では早速いただきます。私先にお風呂入っちゃうよと一人の女の子がお風呂に入る用意をして、先にお風呂へ向かったんですね。
長い廊下があって、その廊下を渡っていくと風呂場があるんです。廊下を渡っていると、誰かが自分を見ているような視線を感じたものですから、立ち止まって周りを見ると、台所にある格子窓の間から片方の目がじーっと見ているそうですよ。見ているんだそうですよ。でも田舎の人だから、きっと自分たちの行動を見ていて、次の準備をしようと思ってるんだろうなと思った。なんだろうなと思いながらも、また風呂場へ向かって歩いていくと、ギャーという悲鳴がしたんです。連れの女の子の声だからびっくりして、部屋に向かって走っていったんですね。それで部屋に着いて、連れの女の子にどうしたのと聞くと、連れの女の子がガタガタ震えて、やめよ、ここやめよ、ねえここやめよ、ねえもう帰ろって言うんですね。何言ってるのよあんたと言っても、ここダメ、ここダメだから帰ろ、ねえやめよ。目に涙をためながら、もうここはやめようと連れの女の子は繰り返すばかり。何を言ってるのよ、来たばっかりじゃない。すると、どうしました、どうかなさいましたかと後ろで声がする。見てみると、おばさんが立っています。いえすみません、何でもないんです、この子こんな声上げちゃってすみませんと取り繕って返事をすると、そうですか、じゃあどうもっておばさんは帰っていった。ほら、あんたが変な声を上げるもんだから、おばさん心配してきちゃったじゃない、何だったのよ。私が何気なく庭を見ていたら、おばさんが庭を突っ切っていったの。それで何の気なしにそれを目で追ってたら、途中でおばちゃんが透けちゃったのよ。それでまた元に戻っていったの。絶対あの人生きてる人じゃない、あの人この世のもんじゃない、ねえ絶対違うから、嫌だから帰ろう、君悪いし怖いから帰ろうよ、他に行こう。何言ってるのよ、今ここに来たおばちゃん普通のおばちゃんだったじゃないの、ただの見間違いに決まってるじゃないと、またお風呂に行っちゃったんですね。いいお湯だった。どうする？お風呂入っちゃう？私もお風呂入ろうかな。それなら私はどうしようかな。雑誌もないし、テレビもないし、電話もつながらないし。じゃあ、私あなたがお風呂に入っている間に街に出て、小さなインスタントカメラと雑誌買ってくるよ。それであなたのお家にも着いたよって代わりに電話しておくよ。うん、それじゃあお願いするね。それで先にお風呂に入った子は、宿の近くのガソリンスタンドでタクシーを呼んでもらって街に出かけたんですね。来るときはもっと近いと思ったんですけど、宿から街までは意外と距離があったんですね。街へ着いて、あれ欲しいな、これ欲しいななんていろいろ寄り道しながら見てたもんだから、結構時間が経ってたんですね。夏ですから夕方になっても暗くならないし、時間が経つのが気にならなかったんでしょう。ふっと見上げてみたら、だいぶ日が傾いてる。それで時間を見ると、もういい時間。あ、いけない、すっかり長居しちゃったわ、早く帰らなきゃ。タクシーを止めて旅館の場所を伝えた。すると運転手さんが、あ、そんな旅館あったかなって言うんです。ありますよ、私泊まってますから。うん、どこだろうな。ここをずっと登っていって、ガソリンスタンドのあたりです。あったかな。じゃあもう私案内しますから、連れて行ってもらってもいいですか。それでタクシーに乗せてもらって、タクシーが走り始めた。そしてガソリンスタンドが見えてきた。だいぶあたりは暗くなってきている。ああ、ずいぶん遅くなっちゃったな、悪いことしたなと思っていたら、車が急に止まったんです。おかしいな、ここは昔やってたようだけど、今はやってるって聞いたことないけどな。親類の人が来てまたやり始めたのかなって運転手さんが言うんです。何？運転手さん。
あんたの言う旅館はここだよ。運転手さんが言うので見てみると、鬱蒼とした雑草が生い茂ってる。看板は傾いている。ずいぶん古い建物が向こうにある。違うよ運転手さん、ここじゃないよ。いや、あんたの言うところはここしかないよ。ここから先には一軒も旅館はないんだよ。私はこの先をずっと行って U ターンして戻ってくるんだから。おかしいなと思いながら改めて見てみると、確かに看板は間違っていない。でも自分が宿に着いた時の看板はきちんとくっついていて、しっかりしたものだった。庭も綺麗だったのに、うっそうと草が生い茂ってる。これは気のせいかな、それとも暗くなったからはっきり見えないせいなんだろうか、なんてことを女の子は思ってたんですね。それで草の間を縫うようにして玄関まで行くと、玄関のドアは開いてるけど電気もついてなくて真っ暗なんです。もうそろそろ電気がついてもいい時間だけれども、電気はついていない。やだ、この中ずいぶん暗いなと思いながらもう中へ入っていったんですよ。今帰ったよと友達に呼びかけたんですが、返事はない。部屋の中にも友達はいない。あれ、どこに行ったんだろう。今帰ったよとまた呼びかけても返事はない。すると、おかえりなさいという声がした。ふっと後ろを見ると、宿のおばさんが立ってるんです。すみません、友達がいないんですけど、どこかわかりますか。お連れ様でしたら、お食事であちらにいらしています。ここでご飯を食べるんじゃないんですか。そうです、どうぞこちらの方へ。女の子は案内されておばさんについていった。案内された部屋に着くと、薄暗い部屋に、箱の膳がポツンと2つ置かれている。その片方に友達が座っている。今帰ったよと声をかけても、こっちを向こうともしない。ねえ、今帰ったよ。ねえ、何怒ってるの。また声をかけても返事はない。やだ、もう怒らないでよとポンと友達を押したら、友達がふらーっと動いたんですね。そしてそのまま倒れた。やだ、もうやめてよそういうの。目を開けたまま友達は動かない。おばちゃん、友達がおかしい。ねえおばちゃん、おかしい。ちょっとしっかりしてよ、何してるの、しっかりして。おばちゃん、おかしい、友達がおかしいと言いながらふっと思った。客が倒れてこんな異常な状態なのに、おばちゃんは普通の状態でじーっとこちらを見ている。嘘だって思いながらも、しっかりしてよって友達にまた声をかける。でも目は開かれたままで、瞳孔が開いている。おばちゃん、この子死んでる。するとおばちゃんが全然顔色を変えないまま近づいてきて、今度はあんたの番だねと言った。ギャーと叫びながら逃げ出すと、待ちなさい待ちなさいとおばさんが追いかけてくる。するともう一人のおばさんもどこからかやってきて、目の前で手を広げたもんで、どうにかこうにかその間をすり抜けて宿を飛び出したんですね。そうするとちょうど先ほど自分が乗ってきたタクシーがライトをつけて戻ってくるのが見えた。助けておじさん助けて。するとポンとドアが開いたんですけど、車は止まらない。ゆっくり走るんだけれど、追いつこうとするとまたスピードを上げる。それでどうにかこうにかようやくタクシーに乗ると扉が閉まった。運転手さんは真っ青な顔をしている。おじさんおじさんおじさんと女の子はたまらなくなって泣き出した。すると運転手さんが、あんたが走ってくる後ろからな、大きな人玉が追ってくるのが見えたんだよ。おかしいと思ったんだ。あんたを降ろした後思い出したんだが、あの旅館は当の昔に廃業してるんだよ。あそこは姉妹で旅館をやってたんだけど、そこに強盗か何かが入って姉妹は殺されてしまってるんだよ。と言ったそうなんです。
その後警察も捜査に来て、お友達は遺体で発見されたそうです。死因は突発性の心筋梗塞か何かだったそうなんですが、警察も不思議がっていたそうですよ。若い女性2人がなんであんな廃墟の旅館に行ったのか、そこで何があったのかを。助かった女性も結局精神を病んでしまって、旅行に行くのもやめてしまったそうです。こんなお話を容疑者の中で聞かせてもらいましたよ。